さて、追っ始めるか。私には切り伏せるしかできませんので。足手まといにならないよう頑張ります。蹴りをつけておかねばならないようです。俺の全部でやり遂げるのみ。教えてくれよ、じいさん。海に出るならどっちに行きゃいい？
ああ、それならこの旧街道で峠を越えるといい。あんたらブリタニス港に向かうつもりけ？だったら気をつけた方がええぞ。ブリタニスがどうかしたのか？あそこは今諸国連合軍の鎮守府になっとる。法王朝強権の国々から続々と軍隊が集まっとるって話じゃ。いよいよクシャン相手の大戦が追っ始まるらしい。国王が崩御した上、一粒種の王女まで行く方知らずじゃ。ミッドランドは事実上王位不在。連合国軍がクシャーンを追っ払っても、今度はそいつらに国土をいいように切り取られちまう。下手すりゃ国そのものが消えちまうかもな。消える？ミッドランドが？お前さんミッドランド人かい？そりゃ気の毒にの。いや、少し餌を借りてただけだ。昔のことさ。ああ、そうそう、忘れとった。その道を行くのなら気をつけなされ。特に峠のあたりはの。なんだよじいさん、山賊でも出るってのか？だったらまだええがの。出るには出るが人間じゃねえ。トロールだよ。夜は火を絶やすな。奴らは火に弱い。あいつらって一体何なんだ？いくらやっても湧いてくるぜ。怨念だよ。恨みを残して死んでいった人たちの。だからキリがないし、どこに行っても出てくるんだ。いい線いってたぜ今のは。なあ、本当にいいのかこれで。何が？普通修行っていや、長い時間かけて基本を繰り返したり技を伝授したりするもんじゃねえのか？基礎なら毎日やってんじゃねえか第一。お前が俺の真似したところで始まんねえだろ。それともお前、何十年も修行して達人にでもなるのを待ってから戦場に出るつもりか？気の長い話だな。そんなつもりはねえ。戦場ってのはお上品な御前試合とは違う。剣の腕だけで生き残れるってもんじゃねえ。逆に半端な達人は名を上げたい連中にたかられて落ちぬことも少なくねえんだ。じゃあどうすりゃ？内地へ絞って考えろ自分で。お前そうやってきたんだろうが今まで。But, I won't record that. I'll do all that, offline or whatever. Okay. I'm pretty sure. さて、追っ始めるか。But at least, guess I'm pushing through to the end. また負けた。強くなる方法を教えてくれよ。内地へ絞って考えろ自分で。お前そうやってきたんだろうが今まで。冷たいよな。その点エルフ次元流は手取り足取りマンツーマンで。
お優しいことですね。もしよろしければ薪拾いに付き合ってもらえませんか。とっとと始めようぜ。何のことです？とぼけんじゃねえ。俺と決着つけるつもりで二人きりになったんだろう。何言ってんですか。私はガッツさんと親睦を深めようと思っただけですよ。血の気の多い人だな、もう。なあ、すっとぼけたこと。その気がねえ、俺行くぜ。ぶっちゃけた話、私はあなたには死んでいただきたいと思っています。Really tired of this game. やっとあの時の面に戻ったな。あなたと行動を共にすることで、ファルネーゼ様の身も危険にさらされます。できることならば、こんな無謀な旅は今すぐにでもやめさせたいところです。ですが、これはファルネーゼ様自身が望まれたこと。あの泣き晴らした後の幼子のような表情、およそファルネーゼ様らしくない。私はあんな無防備な彼女を知りません。あなたが変えてしまったと。まあ、個人的な感情はさておき、ファルネーゼ様が旅を続けられる以上は、私もあなたとうまくやっていこうと思っています。ですが、もしもこの旅でファルネーゼ様が命を落とされるようなことになれば、その時はお望み通り一個人としてお相手させていただきます。気苦労の多いこったぜ。Oh yeah, why don't I do that? Yeah, that's a good idea. Okay. Yeah.この感じ、こいつ人間じゃないぞ。ドロール、一色あり。ファルネーゼ様、急げ、奴らが危ねえ。見た目の勝者と全然違うじゃんか。魔法の儀式だ。魔法？それじゃまさか魔女？おい、大丈夫か？うん、なんとか。あの子が魔法で、ってあれ、いない。何言ってんだ、ここは危険だ、抜けるぞ。
かしトロールに魔女ですか。幽霊や化け物の類に比べると少々メルヘンチックですね。そういやそうだね。どの口で言う。トロールに魔女、まさか使徒か。なんだここ、すげえ。マジでおとぎ話だぜ。なんだろうこの懐かしい感じ。石像が動いた。なんだこの間抜け面。これゴーレムって言って、お手伝いとか家の番人とかする魔女の召使いの泥人形だ。資料、使徒の手先、いや何かが違う。After he beat the game or what? 皆さんどうぞこちらへ。お師匠様がお会いになられるそうです。ようこそ、レイジの館へ。弟子の非礼をお許しください。何分、我が身を案じてのこと。私が当館の主、フローラと申します。これが魔女？俺は魔女っていや、てっきり。とんがり花でしわくちゃの妖怪みたいなのかと思ってたぜ。お嬢さん、そんなに怯えなくてもいいわ。あなたが奪った命の中に私の腹からはいません。もしいたとしても、それはあなた方の神に仕える者たちすべての罪。あなた一人に報いを求めるつもりはありませんよ。そして楽院のお二人、
お会いでき嬉しいわ。私はあなたたちをお待ちしていました。待っていた。あんた俺たちのことを知っているのか。楽園を知っている。まさか死と。いや、しかしこの感じはかすかに薄くが、これは何か違う。ばあさん、あんた一体なぜ楽園のことを知っている。お告げがあったの、隔離用の友人から。小さき羽に導かれし楽園の者たちがこの森を訪れる。かの者たちに力を貸してほしいと。力を貸せ、一体誰が。その前に一つお願いできないかしら。力を借りるのはこちらの方であべこべだけど、トロールが人里を襲っています。あれは本来隔離世のもの、人の目に触れることすら滅多にあるはずがないのです。あの化け物とも倒してこいって。自分でやっつければいいじゃん、魔女なんだろ。この身には時間もここを離れる力も残されていないのです。死期が迫っています。今は静かにその時を待つだけ。代わりにシール家を生かせましょう。皆さん、どうか我が弟子にお力添え願えませんか。もちろん無償でお願いするつもりはありません。その楽園の呪力を弱めるご符をこしらえましょう。引き寄せられる悪霊を減らし、少なくともあなた方自身が取り憑かれることは防げるはず。防げる、あれを。その話乗ったぜ。商談成立ね。お師匠様。皆さんにご挨拶なさい、シール家。皆さんよろしくお願いします。あんた、こいつを知ってるか。ええ、知っています。魔道を極めんと志す者ならば誰でも。ベヘリット、隔離世の真相と宇津世を結ぶ鍵、五人の見つかりを召喚するための呪物。さすがは魔女、話が早い。教えてくれ、こいつを使って奴らを呼び出す方法を。その楽園、彼らが刻んだものね。復讐ですか。あの娘を守るためにあなたたちはエルフヘルムを目指している。そうね。何でもお見通しか。矛盾ね。その憎悪が今日まであなたの両の足を支えてきたのでしょう。憎しみなくしてあなたの性はありえない。でもその豪華があなたにとってかけがえのないものまで焼き尽くそうとしている。これはあなたの考えているような、何か方法を見つければ使いこなせるといった類のものではないのです。ベヘリットとは人間の運命をも司る高位の霊体、あるいはそれ以上の存在が宇津世に使わしたものです。しかるべき時、しかるべき者の手にある。彼らの力を渇望する時にあり、そうでなければ意志にかかわらず離れていくでしょう。たとえこれがあなたにとって復讐の道しるべなのだとしても、願わくはその手を離れていくことを祈っています。ま、俺だって今すぐこいつをどうこうするつもりはねえさ。そういや、俺がこの森を通るってあんたに。ああ、ちょっとちょっと、俺のベッジ勝手に持ち出さないでくれる。お前のか。そう、だって面倒見てんの俺じゃん。知らないだろ、
ベッチーの好物とかチーズだぞ。もう一つ、ゴッドハンド、奴らは一体何者なんだ。それは大いなる謎の一つ。分かってることは、彼らがかつては人間であったこと、そして転生した彼らがカクリオの遥か深淵に潜む何者かの意志の執行者であるということ。おそらくその領域には、人は人として幽体という自我をまとって到達することはかなわないでしょう。よしと。出来上がりです。1日2日の間は楽園が悪霊を引き寄せることはないはずです。期待してるぞ。そちらの準備はできましたか？ピリピリするな、これ。何です、この難航は。魔女の難航といって、五感を鈍らせることによって幽体をより知覚しやすくするためのものです。これから皆さんにお渡しするのは、魔法の呪物、精霊の加護を授かった魔法の道具です。よく目を凝らしてください。何かぼんやりしたものが。そう、これがエレメンタルです。ウツヨの固体、液体、エネルギー、気体という4つの状態は全て、カクリオにおける地、水、火、風で象徴されるエレメンタルたちの働きに共鳴したものなのです。マンデルは暴れん坊です。危ないからやたらに振り回さないでください。こいつは相かっせ。時々エルフを見えない人がいるんだけど、ファル姉ちゃんは俺の姿見える？はい。よかった。いろいろ怖い目にあったからエルフみたいな存在を信じられるようになったんだね。Recording after this. 考えてみりゃ、村を飛び出したあの時から俺はもう戦場にいるのかもしれねえな。その俺が他人に頼ろうた、迂闊だったぜ。利用してやら、とことん。何もそんなに意地を張らなくても頼るがよい。師匠としてどっぷり甘やかしてみせよう。人の心を読むな！弟子にプライベートなどない！ドロよ、そもそもお前はこの私から剣を学んでどうするつもりなのだ？士官でもするつもりなのか？笑わせるぜ！この俺が士官だ？まっぴらだね、宮遣いなんざ。じゃあどうして？いいか？俺が目指すのは士官だの立身出世だの、世間の方にはまり込もうってな、さまつなレベルの話じゃねえのよ。俺が目指すのはな、ズバリ最強剣士。
Oops, I didn't mean to do that. I just didn't think that would be so quick. Like, I mean, for the screen to pop up or whatever. Okay, 1, 2, 3. So there's possibly only 2 more. Oh, there's Guts, there's her, there's him. Okay, it could only be those characters, but that's for next time.